セリーグ阪神に1・中日2024年9月5日甲子園。旗野正幸の段々旗、おそらく大竹幸太郎は調子が良くなかった。5回まで8安打された、三者凡退に抑えたのは2回の1イニングだけ。ピンチの連続だったが、それでも生還を許したのは5回に福永勇気に左笛2塁出された一度だけで、9勝目をマークした。今日は投げないない ここぞという場面まで取っておくのかな。急速80キロほどのスローボールが、いつ出てくるのだろうと思いながら見ていたのだが、結局1球もなかった。5回無視から岡林祐希への似たまめが100キロちょうどと急速表示されたが、これはカーブ。大竹がこの日、最大60キロの急速差を温存したのはなぜなのか気になった。前回8月25日の広島戦、松田スタジアム。 で、6回2失点で8勝目を挙げた後、大竹と坂本聖志郎のバッテリー間で話し合い、もう一度腕を目いっぱいに振ろうと確認し合っていた。基本的にスローボールは保守からの要求は一度もなく、直球のサインに頷いた大竹自身が判断して休息を決めている。スローボールを球種から消したわけではない。大竹なりの明確な根拠があってタイミングを外しているので、 この日は一時封印といったところか。ベース上での強いまっすぐがあってこその緩急がより有効。現役ドラフトで阪神に入団した当初の140キロの力強いストレートを取り戻そうと原点に立ち返ったのがこの日のマウンドだった。初回虫一塁で山本康弘に初級ツーシームから3球連続のまっすぐで最後は138キロで空振り三振。 続く福永も最後は139キロが内角ギリギリに決まって見逃し三振。4回一死満塁でも村松海斗を139キロで空振り三振。続く王の雄大もまっすぐからのチェンジアップでねじ伏せ、最大のピンチを130キロ台後半の直球で切り抜けた。保守の坂本が試合を振り返る。決して調子は良くなかったのだと思いますけど、 でも二人で話し合ってこうやっていこうと決めたことができたし、なんとか抑えられたので、僕の中では次に向けて手応えはあります。毎イニング苦しかったですが、大竹はナイスピッチングでした。昨年チーム最多の12勝を挙げた左腕が、グレードアップしたスローボールと共に進化していく。